おはよう。今日は書の課のパープリンじゃないわよ。秘書課のお姉さまよ。何これ、春先生耳が悪いから大きな声でって書いてある。エンジンの爆音で耳やられたってマジか。聞こえる、春先生こんにちは。後で時間があったら私レコードするから、春先生のモンキーもデコしてあげようか。可愛くなって仕事はかどるわよ。その代わり汚したら罰金で。日比野先生どうもです。デコーム作りする予定だけど、デコパーツとかっておじさんすごくて買ってくれないの。だから自分で作ってね。こっちで来れば一緒に作れるかも。スカイライン先生毎度毎度毎度。おっさんに変な友人しちゃダメよ。 ABS 切ってブレーキグリルとしたらどうするの。責任取ってよ。それより私の車のタイヤか。で、内山先生こんにちは。いつもおっさんがお世話になってます。おっさんが迷ったらまたメールさせますのでよろしくお願いいたしますね。橋本さんには負けないかんね。 M 先生はじめまして。電子書籍買ったの。おっさんもう買いたくないみたい。1200円捨ててるとか言ってたのよ。私も見たけどどうかしら。美容師の本だってわかるけど、どんな美容師が読むための本だかよくわからないわ。広く浅くというかよくわからない。また何かあったらコメントしてね。米先生どうもです。工具の使い方おっさんかなり参考にしてたみたいよ。でも今日のお客様みたいに改造工具は使いづらかったみたい。また何か面白い情報あったらコメントくださいね。深川先生元気ないから静かに優しい声でって書いてるの読んじゃった。深川先生なんて元気ないわね。心配だわ。コメントの文章になんかネットでいじめ出てるわよ。またコーヒーでも残されちゃったのかしら。そんな感じじゃないわね。みんなそうだけど、落ち込んだら考えることよ。何時間でも考え続けるの。考えてると必ず後方向の光じゃないけど何かいい案が思いつくはず。思いつくまで考え続けるの。わかった。サム先生毎度です。憎たらしくも原稿の締め切りに間に合ったわね。おかげで公演の手間が一人、サムおじさんの先生の仕方はおっさんとちょっと違うだけに、よく読んで考えてるみたいよ。低下した脳にはいい刺激になっていい情報になってんじゃないかしら。中には聞く耳を持たない、中には話が通じない頑固じじいもいるけどね。はい、今日はここまで。また来週できるかな、わかんない。